キリスト教東方教会正教会、ウクライナ正教会、ウクライナ正教会は、ウクライナにおける正教会の一つである。正教会は一カ国に一つの教会組織を置くことが原則だが、これら各国ごとの正教会が異なる教義を信奉しているわけではなく、同じ信仰を有している。キエフと全ウクライナの不主教エピファニーザカ、ウクライナ正教会は、 ウクライナの全キリスト教会の中で最も信者数の多い教会である。1990年以来、ウクライナの正教会は複数教派の分裂状態にあったが、2018年12月15日に、ウクライナ最大教派であったウクライナ正教会、キエフ総主教庁と少数教派であったウクライナ独立正教会が統合して、新生、ウクライナ正教会として発足した。 統合に参画しなかった対立教派として、モスクワ総主教長系のウクライナ正教会があり、ウクライナ正教会を名乗る教派が2つ並存している状況である。しかし、モスクワ総主教長系のウクライナ正教会からも、新生ウクライナ正教会に移籍するものが出ている。発足と同日、主座主教として、エピファニーフ主教が選任された。 シュザ主教の正式な名称は、キエフと全ウクライナの不主教である。ウクライナ正教会、キエフ総主教長のシュザ主教であった、フィラレート総主教は、エピファニーフ主教の着座に伴って離任し、ウクライナ正教会の名誉総主教とされた。2019年1月5日、コンスタンティノープル総主教長より、独立正教会の地位を認めるともすが署名され、 1> 翌1月6日付で正式に独立聖教会となった。主座主教座大聖堂は、ウクライナの首都キエフにある聖ムイハイる黄金ドーム修道院に置かれている。日本事務局が東京都三鷹市にある。聖堂は現在のところ国内に建造されていない。聖体礼儀は、他教派の聖堂イコール日本聖公会東京教区、聖オルバン教会の礼拝堂を借りて、 各週日曜日の午後に執り行われている。言語は主にウクライナ語と英語、部分的に日本語である。私僕はポール交流区が担当している。日本正教会及びロシア正教会中日、ポドボリエとは現在のところ交流はない。相互両性については担当教区の主教の判断による。ありがとうございます。